どうも、ルースと円町店スタイリストの中西です。清水です。石村です。店長の田中です。今日はちょっとマコさんのカット動画を撮っていきたいと思います。よっ、マコさん今日どうする？もう着るとこないけど、なんかもうあんまないねんけどな。最近ヤンキーに憧れてる。ヤンキーっぽくしてほしい。もうヤンキーですけど。ヤンキー、そう、結構まあ顔がヤンキーやんか、俺もよく言われんねんけど、髪型もちょっとそっち路線で行こうかなと思ってる。ヤンキーカット。そう、見た目通りの髪型にしようと思ってる。ヤンキーにしてほしい。中西のヤンキーにしてほしい。オッケー。中西ズヤンキーで。中西ズヤンキー。今日は行きます。でも中学ぐらいの時ヤンキーに憧れる時期あるやんか。思春期の時さ、中2の半ばから終わりぐらいにかけてヤンキーに憧れる時あるやん。そのぐらいから今その時期なんかな。まこちゃんが遅めの思春期。ああ、なるほどね。だいぶ遅いな。ヤンキーに憧れる時期あった。でもハランとボンタンは持ってました。ヤンキーシンプルなヤンキーや。24歳になって思春期を迎えるっていう。店長が一番大人じゃないとあかん立場の人がヤンキーになる。まあまあガチでヤンキースタイルになってますので、2ブロックの高さがヤンキーや物語ってるもんな。もう清水くん大丈夫かなっていう顔して見てるもん。まあ大丈夫や、店長は最悪坊主にするっていうあれがあるから。みんな鉄拳っていうゲームやってたかな。あー、ちょっとかじったぐらい。鉄拳でも俺めっちゃやってたやん。中学の頃、学校終わったら鉄拳みたいな、はい、昔 PSP ってあって、はいはいはい、あっためっちゃ流行ってた鉄拳。そう、 PSP で鉄拳ずっとやってねんか。学校行きながら鉄拳、学校終わっても鉄拳みたいな。もう青春時代を鉄拳に捧げた方がいいんだけど、はい、でその鉄拳のキャラの中にジャック6ってやつがいんねん。ジャック6っていう、それの髪型が俺の中でヤンキーやと思ってる。ジャック6が俺ちょっと分からへん。女の子のキャラバター使ってるから変態やん。ちょっとハイキックとかしてパンチラするやつやろ。そう、変態やん。あれに友達が見とれてる間に倒すみたいな。変態やん。変態殺法やん。変態殺法っていう感じで、ちょっと今日はなんかジャック6風な髪型にしてもらってます。中西くんに。中西くんに関してはあれやしな、映画が好きって言ってるけど、映画館で行ってる自分が好きやから。映画館に行ってる自分が好きやから行ってんの。そうや、最近ちょっと飽きたから映画館行ってる。家でしか見てない。家でしか見てない。最近は家にホームシアターとちゃんと音響持ってる自分かっこいいってなってるから。それはでもちょっとかっこいいよな。かっこいいよな、普通。それはでもちょっとかっこいい。男のロマンやな、ちょっとなんかそういうのって。だからそこをちょっとやっていこうかなと思って。違うバリカン持ち帰ったけど何？シュプリームバリカン。言うたらシュプバリってやつですよね。ちょっと前話題になったよ。俺らの業界の中ではシュプリームのバリカンに関しては誰がいるって感じやもんな。話題性で買ってしまってるところはあるよな。なんか俺らは仕事で使うやんか。まあ間違いなし。あと使うんで野球部の子ぐらい。でも野球部でさ、これで鬼取りしてたらめっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいけどさ、これでセルフで丸刈りとかしてるインスタとか見てめっちゃかっこいいなと思うけど。絶対かっこいい。ちゃうやん絶対。絶対ちゃう。はい、はい、ということでね、はい、ちょっとまこさんをブリーチしていきたいなと思います。はい、お願いします。なんかジャック6っていうのをさっき調べたらめっちゃなんか金髪のおっさんやったんで。おっさんじゃないで、あれ機械でした。あ、機械なの？機械で、あれ人間じゃないからな、あれ。あ、そうなの。そうや。ちょっとそういう風にしていこうかなと思います。松井メンディ、あいつって言ったらあかん。花園店の店長ね、ちょっとなんか暇やったらインスタの DM であいつ悪口送ってきよるんですよ。いきなりなんかストーリーとか上げてたらキモとか送ってくる。昨日の晩も12時ぐらいに送ってきよって。何？キモ。絵文字も何もなし、ひらがな2文字でキモ。3回に1回ぐらいストーリーに対してそれ送ってくるかな。まあまあ頻繁に来る。まあまあ頻繁に送ってくんねんか。が最近の悩みです。悩みない、ちょっと悩んでるね。悩んでる。インスタの DM とか来たらちょっと嬉しいやんか。うんうんうん。誰から来たか見た瞬間ちょっと萎えるもん。DM 来たら嬉しいなぐらいの内容のストーリーにコメントしてくるよな。してくる。俺クソ陰キャやん。迷惑しかかけてへんな。まあでもね、なんか松井メンディ結構こう愛されキャラなんで、そういうことしてもあんまりこう憎まれへんタイプというか。せやな。それ分かってやってるもんな。なんか計算高いよなあいつは。それちょっと自分で分かってやってる。計算高いやつ。
はい、ってことでね、まこさん完成いたしました。完成これで。じゃあここからちょっとセットはしていきますけど、だいぶヤンキーになったな。まあ一旦ね、これであの僕の目的である反抗期っていうのはできはしたんですけど、ほんまはここからなんかこうブリーチして色とか入れたりすると、こう鮮やかな色が出てくれたりするんで、そういう動画とかもまだ次アップするんで、一旦今日はジャックシックスで。ジャックシックス。ジャックシックスヘア、これ僕の遊び心 V ラインです。ご感想強かった気がする。あー、よかった。皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃっす、アディオス。